実は A 子と仲直りできたの。本当はうすうす気づいてたけど、彼のあんな姿見てようやく目が覚めたって。私もよ。これでもう危ない目にも合わないはず。彼女あのバイトも辞めたわ。将来のこととかわからないけど、目標を見つけるために大学に行くって。だから今は勉強に専念するみたい。私ももう一度本気で勉強することにしたわ。誰のためとかそういうのじゃない。他人の評価を得るためでも、自分を優秀に見せるためでもない。私が勉強するのは自分の夢や目標を叶えるため。その目標が分からなくなって迷いもしたけど、あなたのおかげでようやく見えた。私の夢は警察官僚よ。そのために私は勉強する。警察のトップだからよ。学歴も最上位を求められるわ。今回のホストもそう。この国には表沙汰になっていない事件が山ほどある。違法スレスレの卑怯なやり方で人の心につけ込んで食い物にしてる悪党。お父さんが命を懸けて追っていた組織もそう。私はそいつらを決して許さないけど、それを成し遂げるには私一人じゃ無理。だから組織を動かせる官僚になって無法者を根絶して被害者を減らしたい。うん、でも夢で終わらすつもりはないの。それが私の目指す正義だし、お父さんの意志を継ぐことだって思うから。勉強の意味を勉強以外のことで知るなんて不思議ね。私ね、これからもっと違う世界を見られる気がする。付き合ってくれてありがとう。お堅い会長のお守、大変だったでしょ。でもあなたに頼んでよかった。我は汝、汝は我。汝ここに契りを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、女教皇の究極なる非業に目覚めたり。無人の力を汝に与えん。よし、よし。私の成長した、ううん、新しくなった力。よし、もちろん私のことも頼ってね。遠慮なんてしたら許さないから。夢を叶えるにはまず志望校に合格しなきゃね。
解答をしながら警察になるために勉強するなんかおかしいね。わかってるって。闇に隠れた悪を暴く。警察でも怪盗団でも私の目的は一緒よ。ああ、そうだ、お世話になったお礼にあなたの勉強もしっかり見てあげる覚悟しておいてよ。